皆さんこんにちは、ゲーム実況レイヤーの味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。というわけで本日もファイナルファンタジー13やっていきたいと思います。ロードゲームポチ。第3章、決意と別離。死んでいるのか眠っているのか、物言わぬクリスタルの彫像と化してセラは結晶に埋もれていた。できることなら離れたくない。それでもライトニングは妹に別れを告げた。軍の追撃が迫っているのだ。セラを運んでいてはとても逃げ切れない。それは苦渋の決断だった。だがスノーはセラを置き去りにできなかった。この場に残ってセラを守り、さらにはコクーンを守ってセラの願いを叶えるという宣言するスノー。揺るがぬ決意を感じ取ったのか、ライトニングたちは静かに去る。こうしてルシたちの運命は分かれた。ホープはとぼとぼと歩き出す。機会は何度もあったのに、結局スノーに告げられなかった。母はお前のせいで死んだ。というわけでスノーくんはね、結局最後まで告げることなく静かに立ち去るわけです。静かにスノーの前を立ち去るわけです。行ってくるねスノー、バイバーイ、頑張ってね。というわけで、皆さんいつも動画ご視聴ありがとうございます。現在私がね、なぜテンションが上がっているかと言いますと、前回ゲームを録画してから日付が1日かな2日かなほどまたいでおります。なので、ちょっと絶望的な感情のそのなんか波からね、ちょっと元気になりました。はい、戦っていきましょう。本日1バトル目カットでいきます。はい、というわけでですね、コメントでいただきました、アドバイスで、このランク、星の数はですね、戦闘の開始の仕方、奇襲だったりとかそういうのだったり、倒す時間だったりとかいろんなことで判断されているみたいです。結構気をつけていきたいですね。ブレイクとかそういうのも関係してるみたいです。アイテム発見。はい、現在パート6まで配信されております。皆さんご覧いただけましたでしょうか。どうだろうか、楽しんでいただけておるでしょうか。みんな絶望してない？大丈夫？後ろからなんか襲われてる私。はい。はい、というわけでね、そんな感じで、あれどこから来たんだっけ？こっち行こう。なんかあるかな？あ、違う、味方がいただけだった。あれ進めるのかにゃ？あ、揺らすなよ。揺らすなよ。絶対に。揺らすなよ。どっちから行くのが正解だったんだろう、右と左。下を見るから怖いんだよ。目をつぶっちゃえば。目をつぶっちゃえば。うわ、いっぱい来た。結構いけるでしょ。はい。なんかね、あっち側になんかありそうなんで、ちょっと行きますか、せっかくなんでね。はい、それでですね、前回私がね、多分話し始めて、戦闘とかになって、話、ムービーかなになって話さなかった、最近アイカツがっていう話にね、ちょっとね、コメントで、ちょっと、アイカツがどうしたのって拾ってくれてる方がいたので、ちょっと私のアイカツについての話をしたいと思います。最近、すごくアイカツにハマっていて、フールっていう、動画、月額、定額で、こう見られる見放題なサイトがございまして、そちらでアイカツをね、ずーっと見てるんですが、今、50何話とかまで行ったのかな？はい、というわけで装備をちょっと変更してきました。それでですね、アイカツにハマっているんですよ。もう、歌もいいし、女の子たちが頑張ってるところもすごい素敵だし、なんかね、もう最高なんですよ。で、アイカツの、アプリ、スマホアプリゲームが、1月の終わり頃 ?2 月の頭、まあ、とにかく最近、できたっつうことで始めたんですが、ちょっとあまりにも、いまいちちょっと私には、ちょっと、何が楽しいかがいまいち見出せなかったんで、今のところ、
そんなに勧められてはないんですけど、もし皆さん、アイカツが好きでやってる方いたらね、こうやってこうやってこうするんだよっていうアドバイスいただけたら嬉しいです。今のとこなんか、そのガチャ的な要素の引き方もいまいち分かってないっていう、なんか、レベルの話なんですよね。うぃ、悲しみ。あー、ほんとくー、やめて、重い話を思い出させないで、重いだけにね、なんつって、なんかある。なんだろう。お、え？なんか出た。あれ？あれ？チェック。使えそうだな。よくわからんけど、敵がいっぱい出てきたでござるの巻。でもこのカエルはあんまり強くないから戦っていこう。はい、というわけでたくさんいましたが、全員奇襲が発動し、せわしなく終わりました。はい、なんだろう、あっちにも敵がいるから倒しに行きますか。せっかくだからね、しばしお待ちください。はい、敵を倒したらここにトレジャーがありました。ゲット。呪われた牙を7個手に入れた。何に使うんでしょうか。果たして、はてなはてな。さあ行きましょう。駆け抜けるライトニングさん、振り返るライトニングさん、微笑むライトニングさん、暇か。さあ頑張ってこう。セーブポイント、じゃあセーブしてくる。しばし待たれたし。はい、というわけでいきますぜ。お、うわー、めっちゃ強そうな敵いるけど、なんだこの何とも言えないフォルムをしたやからは。なんだ、TP アビリティについて説明します。TP アビリティとはタクティカルポイントを消費して実行する特殊な技です。現在のタクティカルポイント、 HP ゲージの下の TP ゲージに表示されています。 TP はバトル中に ATB ゲージいっぱいにストックした技を連続して成功させるか、バトル終了時に高いランクを得るとたまります。では実際に TP アビリティを使ってみましょう。ライブラ、なるほど、これね、ライブラン使ってみます。えい、ライブランを使う敵の弱点などの情報が分かります。いつでも確認できます。ほうほう、火と水属性が弱点だという情報が分かりました。敵の弱点を突く属性攻撃技を習得しているロールにすれば、以前よりも横にダメージを与えられます。なるほど、強いやつがいたらライブラだね。うんうん、それもまたアイカツだね。というわけでこれもまたアイカツだと思うので頑張っていきたいと思います。間違えた。ね、そう、食らってるから変えておいて。えい、やん、とう、やん、ふ、やん、はい、やん、キアルを押したから戦うぜ。いけるいける、よいしょよいしょ。なかなかパワー充電とかしてましたね、さっきコマンドで。そろそろなんか来るのかな。アイテム使っとこうかな、ポーション。ここで使う、ナイス。私、いや今いいタイミングだったんじゃない。まあ偶然だけどな、はっはっは。よいしょ、よし、いけるいける。極力ポーションは使っていきたいね、こういう時は。勝利、救助、努力、勝利。何もない、何もない。よし、まっすぐ行くよ。あの上見たっけ。見ろよ、
てないな。見ろよ、政府軍艦がお出ましたぜ。軍も必死だな。ライブラスコープを手に入れた。なんだそれは。アイテムでライブラできちゃうのかな。きっとそうに違いない。違ったらコメントで指摘お願いします。コメントを頼っていきたいと思う。みんながなんかいつもコメント、あ、ムービーだ。パージの生き残りを捜索中か。みんな逃げられたのかな。だといいが、ここを抜けても逃げ場はねえしな。たっ、ファルシの近所に住んでただけでパルスに染まった害虫扱いだ。本当にパルスが憎いんだね。違うな、怖いんだ。数千万の国軍市民がみんなパルスを恐れてる。パルスの奴らを一人残らず始末しねえと夜も眠れねえってほどな。でもあの町の人をみんなパージなんて。ああ、おかしいな。なのに政府のファルシはパージを止めなかった。これまでは政府の人間が判断を間違う、ファルシエデンが修正したんだ。人間には愛想が尽きたから勝手に殺し合えってことかね。ルシは人間じゃないです。ちょっとあんた。呪われても生きてるよ。軍はこの一帯を包囲して生き残りを封じ込める気だ。包囲の輪が閉じる前に脱出する。よし、脱出するぞ。よし、なるほどね。あームービーを見るたびに私の気持ちが重くなっていく。うわあ、軍がいる。軍だ。はい、軍だ。あー、見つかった。強くないといいな。いやー、全然強くなかったです。ゴリ押しで行きました。丸ボタンを連打してるだけだったんだけどな。さあ、行きますよ。ここは寒そうだな、本当に。みんな大丈夫なのかな、こんな格好で。意外と強かった。よし、まあでも星まだ5個もらえてる、よかった。さあ進んでいきますよ。右側にアイテムがあるよ。かーん、やっぱり。いやー、助かるなー、わかりやすくて。私みたいな方向っちにはすごくありがたいことですね、こういうのは。さあ行きますよ。あ、そういえばコメントで教えていただいたんですが、あのマップの小さなペケボタン、皆さんさっき見えました？見えてない方は5秒か10秒くらいの前に巻き戻していただけるとわかるんですけど、ミニマップにバツボタンがありまして、あれはあの倒した敵、自分が倒した敵が、バツボタンでミニマップに見えてるようなんで、まあ方向を迷ったら
あの罰ボタンはもう私がすでに通った道ですよっていうことですね。つまりははい、ということを学びました。おぶねー。あと今一瞬ちょっとやったんですけど、あの発動はされなかったんですけど、あれがあのゲージが溜まる前に3区こう押すと、どうやらあのスキルというか攻撃が、溜まった分だけできるそうです。なんで、ボス戦とかでブレイクのパーセントが、ゼロにならないようにするために、まあ、早めに発動するっていう、作戦というか、こう、戦い方もあるみたいです。勉強になりました。ありがとうございます。というわけで、こっちから来ちゃったけど、どこまで登れてんの？あ、アイテムあった。限界だぜ。お重ギルか。しけてんな。こっちになんかあるよったー。あったね、ほらね。パラフィンオイル。まだあるっしょ、まだあるっしょ。ないな。さあ、行きますか。こっちが当たりの道だったんですね、アイテムがあって。のこ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 、よっこいしょよっこいしょよっこいしょ、あいしゃあいさほいさ、うわあ敵がなかなか手強い敵であったぜ。まあ余裕かな。よし、星もここだ。行くぜ行くぜ。遠回りした方がなんかアイテムがあるような気がするから、遠回りしていこうかな。ナイセーブしていこう。さあ行きます。進め進め我ら月光町。うわぁ、この辺り全部クリスタルになるっつうのはどんな気分なんだろうな。使命を果たすの？肝心の使命がわからんしな。どうせろくでもないことだろうが。セラは何か言ってた？自分の使命のこと。何も。心配させたくなかったんだよ。それとも信頼されていなかったかな。なんという、進めば進むほど重いストーリーでござる。というわけで、まあ今日はセーブポイントもありましたし、こんな感じで実況を終えたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんが元気になれますように祈っております。というわけでまた見てくださいね。味噌汁でした。Have a good game! じゃねー。